ボートマフィアが武装探偵者と手を組む。この町に行き、この町を守る組織として異国の異能力者に町を焼かせるわけにはいかぬ。果たして過去の遺恨を超えた同盟が可能となるかな。万一そうなれば、黒社会最強のあのコンビが復活ということになるね。次回、文豪ストレイドックス第21話、2つの黒。相変わらずの幼女趣味か。